カワポンです。中央大学の法学部のデータです。2024年度は、キャンパスか都心に回帰する2年目の入試になります。個別学部の3教科方式では、偏差値は、やはり、法律学科が 62.5 と、頭一つ飛び抜けています。国際企業関係法学科の偏差値が 57.5 と、やや低めです。志願者は、3つの学科とも、2022年は下落しましたが、2023年は、上昇に転じました。倍率も2022年度と比較して上昇しています。で、2024年度はどうなるのでしょうか。個人的な感想ですが、放送志向が多い法律学科については、キャンパス移転に伴い、人気は上昇するのではないでしょうか。法律学科の2022年の卒業生のロースクール進学率も、他の学科と比較して、かなり高くなっています。他の2つの学科については、放送志望者は比較的少ないと言えそうです。独立キャンパスになりますので、多くの学生と一緒にキャンパスライフを楽しみたいという受験生にとっては、キャンパス移転は足踏み要素となる可能性があります。よって、人気の温度差は法律学科とそれ以外の2つの学科で少し存在するのではないでしょうか。ただ、蓋を開けてみないと何ともわからないところではあります。参考にしてください。ありがとうございました。